렛츠! 오자! 裏切ったのか、 サナイア！ どうしたの？ この頭痛。 裏切りというか、 それは違う。 選択だ。己にとって最も幸福な道を選んだ結果だ。幸福だって、最もお前たちにとっては不幸な選択だ。このレウニスどもがか、だったら全部ぶっ壊してやるぜ。 焦るなよ。何？お前たちの服は私たち、この N と M に出会ってしまったことだ。 ノアとミオが2人？メビウスがノアとミオ？どういうこと？ なんで？ 何者だ？奴は、ただそっくりってだけじゃない。奴はメビウス。それに、私と同じ顔。 ゲルニカを祖父に持ち、母親はシティの長老モニカで、あんた自身はウロボロス候補筆頭。
私の望みなんかあんたにわかるわけないだろ。同じなんかじゃない、セナ。あなた私と同じって言ったけど全然同じなんかじゃない。ふーん、ちょっと変わったね。あんた随分と晴れやかな顔してるじゃない。仲間に慰められでもした？慰められてなんていない。みんな自分と一緒なんだってほんの少しだけど分かっただけ。変わるのはこれから。私も世界も変えさせない。変えられてたまるか。変えないと同じことの繰り返しなんだよ。同じなんかじゃない。しゃあないや。だから自然な命って、一回こっきりの命なのに。明日いきなり、はい、あんたの人生ここで終わりって言われたら。そうなるって限らないよ。限るんだよ。理不尽なんだよこの世界は。だったらさ、やり直せるこっちの方がマシなんだよ。次は、次こそはそいつを超えられるかもしれないんだよ。てめえ、そこまで戦うんだよ、殺し合うんだよ。毎日毎日ただ生きていくためだけに。どっちみち戦わないと生きていけないじゃない。おかしい？私おかしなこと言ってる？違うよね、ねえ違うよね。右に20、左に20、中央は10。だがメビウスがいる。パトゥーリアワンは左手か。ゴンド。てめえ、これ向かいの船のところまで行け。ノア、お前、奴らの目的は俺たちだ。今から左翼のレウニスに攻撃を仕掛ける。お前たちはその隙に逃げろ。バカ言ってんじゃねえ。やるってんなら私らも。足でまといだ。全部は無理だ。だけど一部隊だけならなんとかなる。てめえらはどうすんだよ。適当なところで投降でもするかな。捨てる勇気を持てって言ったろ。それは今がその時だ。ウロボロスは俺たちで終わりじゃない。候補なんだろ。ノア、てめえだったら受け継いでくれ。よし、一点突破。わずかでもいい隙を作るんだ。よし、眼帯を忘れるとこだったぜ。やっぱ私が相手になるよ。もうかわすぜ、でけえのをぶっ飛ばすな。行くぞ。逃がさないで。まだだ。せな、交代だ。任せてよ。やってみせる。俺が引きつける。最高のタイミングだ。ここで終わらせる。やってみせる。避けられるか。
これでどうだ。はい、寝転がってんじゃねえ。ユニ避けられるか。暴れ足りねえだろ、ユニ。そうだった、やめない足りねえんだろ。覚悟しとけよ。まだ違う。今のうちだ。行け、ゴンゾお嬢、ここはアッシラだ。ここさえ抜ければ逃げ切れる。急いで。ふざけんじゃねえ。この上てめえらまで置いてっちまったら。ウロボロス候補はシティの希望だ。だから行ってください。てめえら収容所の飯癖になっちまってね。ベッドの寝心地だって悪かねえんでね。だから気にしないでおくんなせ。
ないや。ってのがしんどいぜ。形勢逆転はちょっと遠いかもな。でも近藤たちは逃がせたわ。ああ、一番の目的は果たせたさ。でもでもアギオさんたち残っちゃったですもん。大誤算ですもん。そうでもない。彼らは僕らと違い重要な労働力だ。ここで投降したとしても再収容されるだけさ。だけど逃がせるならそれに越したことはない。ならもう一踏ん張りだな。よっしゃ。滑稽だな。実にバカバカしい。何がおかしい。だがそこがいい。やはりメビウスの糧として最高の食材だよ。お前たちは命のことを言ってんのか。なら俺たちは食いもんじゃねえぞ。そうだ、誰の命も渡すもんか。一度掴んだこの命、話はしない。絶対に。ほう、まだあがくというのか。この状況で。ああ、私に勝てると。勝つさ。ここから先に進むためにも。いいだろう。お前たちにはこの先道などないということを教えてやる。私がやりましょう。お前が？珍しいな。分からせたいのです、いかに己が無力であるかということを。私たちが理解した時のように。私たち？いいだろう、好きにしよう。ありがとう、N。聞きたいことがある。何です？なぜ俺たちと同じ姿をしている。お前たちは何者だ。私、いえ、私たちに勝つことができればおのずと知ることになるでしょう。真実を、この世界を包む戦いの意味を。正直やりにくいな。でもメビウスだよ。分かっている。あいつはミオじゃない、敵だ。だったらやるんだな。
めましょう。手加減なんてしないから。これでどうやる？待って、でけえのよ、ぶっ飛ばす。希望なのだ。皆さん本気で行く。あとは任せるぜ。私の出番だぜ。ミラージュスラッシュ、オールエッジ。まだ無視。エリアルファング、本気で行く。行こう。オールエッジ。ミラージュ。ソウルリンク行くぞ。
燃えてない。ノア、いきなりなんだ君は。どうして。あ、ノア、何やってんだ。何って、いきなり体温に切りかかってお前何考えてんだ。俺が体温に。ミオ、やめてくれ、ミオ。私、なんで、なんでミオまで。まさか、メビウスの能力か。さすがです。よくわかりましたね。わかるさ。これまでお前たちは、さまざまな超常の力を行使してきた。私はあなた方の意識を乗っ取ることができる。意識を乗っ取るだって。そういうことかよ。私が乗っ取っている間、あなたたちは何もできない。ただの傍観者。守りは固いですね。何をしているのです。え、無駄なこと。はっ、やめろセナ。はっ、わ、わ、私、この瞳を見て思いついたのでしょうが、たとえ目を閉じたからといって、私の力からは逃れられない。もう一つ思いついたぜ。ほう。てめえさっきから乗っ取ってる最中動いてねえだろ。ん？ならよ、本体をやっちまえばいいだけだ。はっ！うわっ！ユニ、てめえ。え？違う、私じゃない。残念、私はこちらです。何？はっ！ごめん太陽、しばらく寝ていてくれ。ノア、僕だ太陽。うっそ。はっ！ああ、ちくしょう、こんなんじゃまともに戦えやしね。もしかして今度はミオちゃん。さあ、私を切りなさい。何？切れば勝てる。この者の命と引き換えに。皮肉ですね。これまで己が命のために人を殺めてきたあなたたちが、今は互いの命が枷となってその剣を鈍らせる。できないようですね。情けない。ならば少しずつ少しずつ、その身を愛しい者によって切り刻まれ死に果てなさい。
乗っ取られるタイミングも対象が誰なのかもわからない。かといって攻撃の気配を感じた時にはもう気配、そうか、気配か。太陽、何を。メビウスは お前だ。俺は、あ、すまん、ノア。太陽、一体。どうやら奴自身にも攻撃が及ぶようだな。乗っ取られていた。だがこれで仕掛けは分かった。みんな、モンドがとどまっているものが奴だ。本当か。ああ、そいつを攻撃するしか今は手がない。だが確実に本体にダメージを与えられる。了解だ。ユニ。あ、中身ユニか。当たり前だろ、見てわかんねえか。ならいい、受けた仲間のダメージはユニが回復してくれ。持久戦だ。わかったよ、任せときな。行くぞ。あなたたちの希望を私がなくしてあげました。失わせない。逃がさないよ。もう準備はいいよ。だってよし、やろう。心からつながったとして私が相手になるよ。悪い、助かった。逃がさなきゃ。見せろ皆さん。エリアルタング交代して。畳みかけるぞ。逃
絆の力ですか。そこまでだ。後ろに回れ。わかりました。今度はノアが相手かよ。俺じゃない。分かってるけどな。しかし何がどうなってやがる。マジでわけわかんねえ。 M は下がっただけだ。また乗っ取られるかもしれない。モンドの挙動に注意するんだ。うん、分かってる。俺と同じ顔のメビウス。遥か昔から続いてきたウロボロスとの戦いと関係あるのか。今集中しろ。雑念が入ったら一瞬で負ける。お前たちがどれだけ見れたのか。おし、なんてやったんだ。固有種、これでどうだ。お前に何ができる。何が起きてない。これ以上引きつけられない。まだだ。これが俺の力だ。固有種、まだだ。暁、
使ってみよう。ちょっくら頭を使ってみるか。それじゃあみんな行こう。僕が先陣を切る。
嘘だろ。キルニエ、ウロボロスもメビウスも本体はそのコアにある。コアが破壊されない限り、四肢や頭がいくら砕かれよう、何度でも再生できる。が、それには膨大なエネルギーが必要だ。当然、変化していられる時間は削られていく。限界のよう。俺たちのウロボロスの力が通じないなんて、ミオのみんなの願いを叶えることはできないのか。願いとは無双、夢に力なのない。力は現実にしか宿らない。あまたの現実の上に立つこの俺に、お前たちが勝つことは不可能だ。現実だって、ミオ、ミオ大丈夫か。ミオ、大丈夫。ミオちゃん、ナンツ、うん、ごめん、付き合ってもらってもいい？ああ、気にすんな。ここしかねえからな、命の使いどころ。うん、じゃあ行くぜ。ピーピーうるせえ！ちっとは黙ってろ！ナッツ！セナ！インタリンクを解除しろ！もう限界だ！限界なんて！とっくの昔知ってるよ。捕まえた。ナッツ、すまねえ、やっぱ俺の命こんな使い方しかできねえわ。こんな使い方って、まさかお前セナ
ミオちゃん、言ってくれたよね。私は私らしくいればいいんだって。今ならわかる、あの言葉の意味。これが私だから、諦めないで。どうか私のこの時間使って。ダメだよ、いらない。そんな時間、今すぐ戻ってせな。ここじゃ近い、目いっぱい離れるぞ。うん。何の真似だ。助けてやったんじゃん。そこは俺言うところじゃない。 Z か。まあね。新たなメビウス。X ってインタリンク、あいつのせいなのか。ランツ、セナ大丈夫か。やろう。セナ、ごめん。ミオちゃん、うまくできなかった。いいよ、そんなこと。いい、さて、興ざめな横槍が入ってしまいすまなかったな。お前たちの力は封じさせてもらった。もうこれで私に勝つ術はない。ブレイドが出ない。なんでこんなこと。今まで一度だって。アントン、やろう。あいつらを逃がそうとしていたようだ。存外思惑通りにはいかないな。てめえで切っておきながら。すまねえノア、本当に足手まといになっちまった。勝つ術はないと言った。つまりこういうこと。とても素晴らしい余興を思いついたぞ。
関係が変わったみたいだ。